こんにちは、たけです。50代の男子がおしゃれ上級者を目指します。あるいは男子がおしゃれな上級者になれるかというチャレンジですね。YouTuber の MV さんから学んだことを自分なりに消化して、おしゃれな上級者を目指します。今回のテーマ、今回はこんな感じですね。まあもう夏もねだいぶ過ぎてきたんで、ちょっと理念を着ようかなと思って、ちょっと早いですけど、ちょっと汗かきなんですけど、ちょっと理念を着ましたね。今回は、まあ、いつも通りパトリックですね。このお気に入りのパトリックの、白の靴ですね。やっぱ最近白の靴はめっちゃ気に入ってるんですけど、これちょっと、靴下はちょっと色変えてて、で、まあ中は、下は、ナノユニバースですね。で、まあここはユニクロのタンクですね。タンクで、で、上もユニクロの、プレミアムリネンですね。で、まあメガネもユニクロですね。ほぼユニクロなんですけど、まああと、まあ時計がシーズンになってますね。まあ、結構、ちょっと暑いんですけど、これぐらいの タンクトップとかやったら全然涼しいんで、夏過ぎぐらいにはこの格好ができますね。今9月なんですけど、9月ぐらいは多分この格好ができるんで、まあ、暑かったらこれ上に脱げばいいんで、まあ、一応日焼け止めとかもしてるんで、やっぱりね、いや一番この中で気に入ってるのはやっぱりね、まあ、時計と靴っすかね。この白の靴っていうのがやっぱりなかなかね、今までは前も言ったんですけど、白の靴ってほんま着ないに、履かなかったんですよ。やっぱ汚れるっていうのがあるんで、最近でもね、なんか汚れるから買わないじゃないしに、汚れない所作を身につけてっていう形になってるんで、だいぶ靴もね、だいぶ意識するようになりました。こういう白の 服と着るときもできるだけ汚せへんように汚せへんようにしてますね、最近。だから結構そういう、なんか汚さない所作っていうのがちょっと身についてるかなとは思いますね。だから結構その、白の、シャツとか白系っていうのはね、これからちょっとね、着ていこうかなと思ってますね。で、あとまあ、時計ですね。まあ、基本時計は、そんなに僕は持たなかったんですよ。なんでかと、携帯があるじゃないですか。携帯があるんで、時計必要ねえなと思ったんですけど、やっぱおしゃれのためにはやっぱこの辺が、例えば腕がこうなければちょっと寂しいじゃないですか。横あるないで、あ、ちょっとこっち合わせこっちしてないんですけど、腕がこう要はあるだけで全然違うんで、で、まあアクセサリーの中で一番この腕時計っていうのが一番男の人に合う形なんで、他のってないじゃないですか。同じだったらね、イヤリングとかブレスレットとかネックレスって結構メジャーになってるんですけど、男は唯一この時計っていうのが一番、無難になる形なんで、だからこの時計っていうのはやっぱり必要かなと思って、前まで携帯見てましたけど、未だにね携帯見る癖があって、携帯見て、ああ腕時計あるわみたいな感じになってるんで、まあでもね、こういう時計とかもやっぱり必要だと思うんで、夏の場合はねおしゃれになると思いますんで、そしたら、以上です。そしたら、50代男子がおしゃれ上級者を目指します。目指す竹でした。よければチャンネル登録、いいねお願いします。